皆さんこんにちは。私の YouTube チャンネルへようこそ。お元気でいらっしゃいますか。韓国の軍事基地で兵士のために行われた特別コンサートは、何千人ものファンにとって忘れられない瞬間でした。BTS のメインボーカリストの一人として知られる V は、最近、何千人もの兵士の前で、目もくらむような情熱的なパフォーマンスを披露しました。このコンサートは娯楽を提供しただけでなく、 現在任務についている兵士たちに刺激を与えました。V は独特の声と強いカリスマ性で、ファンに人気の BTS のヒット曲をいくつか披露しました。軍事基地でのこのパフォーマンスは、兵士たちの奉仕を奨励し、称えるために企画された特別ツアーの一部でした。ショーの間、会場の雰囲気は非常に活気に満ち、歓声と拍手がアリーナ全体に響き渡りました。 イベントでの部位のパフォーマンスは、警備と任務についていた兵士たちに計り知れない喜びをもたらしました。この公演は娯楽だけではなく、国に多大な貢献をした人々への感謝と支援の形でもある。兵士たちは、アイドルのライブパフォーマンスを見てとても熱狂し、興奮しているように見えた。これらの素晴らしいパフォーマンスに加えて、このイベントではアーティストと観客との交流も行われた。 V は兵士たちに挨拶し、励ましと感謝のメッセージを伝えることで、温かく親密な雰囲気を作り出すよう努めた。このような瞬間は、国民から評価され、認められていると感じている兵士たちにとって非常に意味のあるものだ。軍事基地でのコンサートは、エンターテインメント界と軍隊の関係を強化し、音楽が社会の様々な層をつなぐ架け橋となり得ることを示していた。このような行動は、 特に困難な状況にある人々の間で精神と連帯感を築くのに役立つ結論として何千人もの兵士の前での BTS の V のパフォーマンスは音楽がサポートと喜びをもたらす力の真の例であるこのイベントは参加した兵士とサポートしてくれたファンの両方に深い印象を残したこの夜の興奮は国民と国民的英雄の絆を強めた特別な瞬間として いつまでも記憶に残ることでしょう。皆さん、今日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。どう思いますかコメント欄に書き込んでください。次の動画でお会いしましょう。お体に気をつけて、さようなら。